日向坂46の埼玉県出身メンバーがお送りしている東京 FM の番組、ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。ラジオならではのトークはもちろん、やらなくてもよい、余計なことまでやってみる。がコンセプト、今後のアーティスト活動、タレント活動、すべてがつながる、未来を見据えたラジオ番組です。12月3日、金曜日の放送は、ライブツアー、日向坂46、ハッピースマイルツール2022を振り返りました。バル、ユー、収録の関係で少し経ってしまいましたが、日向坂46、ハッピースマイルツール2022、無事に完走しました。会場にお越しいただきました皆さん、配信でご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。それで以前、この番組でリスナーさんから、ライブ中にこんな演出をやってほしい、っていう演出案を送っていただいたんですけど、その中で紹介した、影慣れを孫悟空風に言ってほしい、っていう案を実際にやったんですよ。ここで、メールを一通読ませていただきます。バル、より小さいリスナーから届いたメールより大きい、ハッピースマイルツール2022、お疲れ様でした。東京公演、1日目の影慣れを、ゆばれた、金村みく&ニューあかりのコンビ名、の二人が担当していましたね。しかもニューちゃんが、余計なことまで、でリスナーさんから提案があった、ドラゴンボール風に影慣れをする、を実際に行っていたことに感動しました。その時の感想を聞かせてください。ゆー、これは、金村と、事前にめちゃくちゃ相談しまして。私は最初から、おっす。トラニューあかりから始めようと思っていたんですけど、金村が、最初は普通に挨拶した方が、際立つんじゃない、ってアドバイスをくれたんです。優しいですよねー。なので、いつも、影慣れの、最後に自由に一言を言えるタイミングがあるんですけど、例えば、盛り上がっていくぞー、二日目も行くぞー、とか。その時に、孫悟空の言い方で、日向坂46のかっこいい姿と可愛い姿を絶対見てくれよなって締めました。それを言った瞬間は、めちゃくちゃ気持ちが良かったです。影慣れだけじゃなくて、ライブ中にも、絶対見てくれよなって言いたかったくらい、わら、お客さんは、声が出せないので、うわぁ、みたいな歓声はなかったですけど、拍手がたくさん聞こえたので、嬉しかったですね。それで、ライブ後にファンレターをいただいたんですけど、余計なことまで、で話していたことをやってくれましたねっていうメッセージもいただきました。だから、いつも番組を聞いてくれている方には、嬉しい出来事だったのかなって、笑。また、この番組を知らなかった方も、これ、影慣れをきっかけに聞いていただけたら嬉しいですね。